こんにちはイーコンンセプションの福島真希子です今日は e コンセプションのお客様に向けて、えー、新型コロナウイルスの影響、えー、いろいろと出ております e コンセプションからの,あのメッセージということでお伝えさせていただきたいと思います。まあ、全世界的にこう影響が出てるわけなんですけれども特に e コンセプションとして今一番影響が出ているのは配送です。 でイーコンセプションは、えー、オーストラリアのブリスベンの近くにあるレッドランドベイっていうところが本拠地なんですね。でほとんどの商品はそちらから皆さんのお家にお送りしてるわけなんです。ですので当然ね飛行機飛行機でね、えー、国際便を使ってエアメールを使ってお届けしているんですけれども、えー、今回のね、えー、新型コロナウイルスの予防対策ということで オーストラリアの政府は、えー、今完全に鎖国状態です、えー、つまり外からも人が入れないしオーストラリアの市民も,もう外に出るなと海外渡航も禁止されておりますということから旅客機がうん旅客便がですねもうほぼ全便キャンセルになってるわけなんですで、えー、今まで私たちはオーストラリアポストといういわゆる 日本郵便と同じようなものですねオーストラリア郵便を使ってでその中でもエアメールっていうサービスを使ってお届けしてきたわけなんですがそちらはねあのほとんどがこう旅客旅客便ですね、まあ、JAL とか例えばカンタスとかそういうあの普通のお客さんが乗る、えー、飛行機の貨物のエリアに乗せていたわけなんですよ。でそれが全部ストップになっちゃったわけなんですよ。なので どうなるかと私たちも大変心配したんですが、えー、パートナー関係にある郵送してくれている会社ですね、えー、とどことは言ってませんが、まあ、多分有名なところで言うとフェデックスとかですね、えー、DHL とか TNT とかまあそういったとこになるんでしょうかねそういうところの、えー、プライベートの郵送企業っていうのはオリジナルの自分たちの貨物便 貨物便を持ってるんですよねなんでそういうところと共同パートナーとしてね共同しながら荷物を少しずつこう送っていくってことをしているようなんですね。まあその辺あまりはっきりとした情報はくれないんですけれどもでも考えてみれば分かるように今まで一日何便も飛んでいた旅客便が飛ばなくなってそれでそのプライベートの企業の貨物便に入れさせてもらってるっていうことだから当然。 遅れる量が減ってるんじゃないかと思うわけなんですよ。オーストラリア郵便からのあの公式の発表と言いますか、公式に通達は来てるんですけれども、それによりますと二、えー、週間から四週間遅れますと。はい、まあ二週間から四週間で随分幅があるんですよね。で、ね、それとですね、もう一つ言われているのが、あの今までは追跡 のサービスをつけないで、あの、エアメールを送ることができたんですけれども、それは受付不可ということなんです。なので、すべての荷物に追跡がつく形で送らなければならないと。で、それはね、あの、費用もかかるんですよ。で、私たちは、あの、安心お届けサービスっていうのを作ってまして、で、それで、えー、っと、750円かな、あの、プラスでいただくことになってるんですけれども、ただし1万5000円以上のご注文の場合は、私たちが負担します。って形になってるんですけど、これからはね、あの、どんな、 ご注文であってもこの追跡がつく形でしか送れないってことになっているんですねで追跡がついたからといって早く着くわけでもないんですよこの状況ですからなので、えー、ただ追跡がつけつくのでその番号で調べれば今どこにあるかがわかるということなんですでねどうやらねこのところブリスベン空港で止まってるみたいなんですよねだから次の貨物便に入れるまでに待機させられているっていう状態のようなんです でここは、ね、申し訳ないんですけれどもあの私たちのコントロール外なんですで私たちがどんなにあの文句を言ったところで誠意のところでどうにもなりません残念ながら。なので申し訳ないんですけれども時間かかってしまうんですけれども荷物の配送は受け付けてもらってますからブリスベン空港までは行ってますからだから是非もう少しの間あのご辛抱いただけますでしょうか。申ししし訳ございいまませんどうぞよろしくお願いします でそれからもう一つ、えー、私たちのね、あの、働き方、e ーコンセプションの働き方についてちょっとご説明しておきますね。あの、今ね、働き方改革とか、まあ、この今回のコロナの話でテレワーク推進とかってね、やってますけれども、あの、もともと私たちテレワークっていうかね、あの、みんなそれぞれ分散した場所にいるんです。そして、こう、連絡をネットで、オンラインで取り合ってお仕事してるって形の会社なんですよ。えっとね、まずね、私は、あの、レッドランドベイの自宅にいます。 e コンセプションの会社、オフィスは、あの、うちからね、もう1キロもないところにあるんですね。でそこビジネスパークって言って、もうカンガルーンのちっちゃいのが、ワラビーちゃんが出てくるような、とても自然豊かな、えー、土地ですね。そこが、まあ、オフィスも兼ねていて、生存も兼ねているっていう、まあ、工場兼オフィスみたいな形になってます。で、そこはね、1階と2階がありまして、で今度、あの、オフィスの方もお見せしますね。今度取材してきますね。えー、1階の方はですね、 倉庫、商品の倉庫と、そして製造部屋になってるんですね。で、そこではあの製造の担当の三引きさんっていう、まあ働き者のスタッフさんが一人で頑張っています。そして二階があるんですけれども、二階の方はあのコンピューターとかね、プリンターとかそういったものが事務関係の、えー、お部屋になってまして、でそこであの受注担当の正洋さん。 頑張っててくれてますなのでもう1階と2階に分かれてますのであのソーシャルディスタンスって今 2m ーー離れましょうとか言ってますけど 2m ーーどこの話じゃないんで,でしかもすごい何て言うの高い屋根の高い建物なので本当に贅沢に空間を使わせてていいいただいていますなのでコロナ感染ということはまずありえません。 でそして、えー、私とラースはこの自宅から基本的に仕事をしてるんですけどもあラースというのは夫のデンマーク人で、えー、と博士でもあるんですけれども、えー、彼は、えー、基本的には自宅にいるんですけれども、まあ、オフィスの方で人が必要人手が必要っていうんですかラースってもう何でもできる人なんでねあのコンピューターの国語おかしいとかプリンターが置かないとかなんかそういうことがあると「はいはい」って言って直してくれるもう何でも屋さんみたいな人なんで、えー、そういう。 正代さんとかミユキさんの、えー、助っ人というかね SOS が来た時に行っています。そしてもう一人、えー、オーストラリアには洋子さんという心強い、えー、なんていうかマルチタレントな方ですよ洋子、えー、さんはねデザイナーなんですけれどもデザイナーでもありながら、まあ、あの事務能力もものすごくあるんですよね。で 彼女が今、カスタマーサポート、メールでね、あの、お問い合わせがあった時に、こう、調べて、あのご返信したりとかですね、えー、サポートしてくれてます。で、また、彼女は、あの、広報、広報の担当でもあるので、メールマガジンを書いてくれたりとか、そんな作業をね、すごいいろんな、あの、バラエティに富んだお仕事をしてくれてます。e-conception の教育部門として、あの、インタっていうのがあるんですよ。インターナショナルナチュラルセラピーア,アソシエーションといって、 国際ナチュラルセラピー協会っていうのがあって、で、こちらで、えー、オンラインでですね、アロマセラピーなどが学べるんですね。アロマセラピーって言っても、スピリチュアルアロマとか、化学アロマとか、まあ、いろんな分野からですねあ、学ぶことができます。そういう、あの、ナチュラルセラピー協会の事務も担当してくれてるのが、この洋子さんなんですよ。 はい、このね、多彩な洋子さんなんですけども、彼女は、あの、レッドランドからまたちょっと離れた、1時間くらいかな、車で、あの、イプスウィッチっていう街に住んでるんです。なので、えっ、ー、と、時々ね、オフィスに来てくれるんですけれども、そこでこう、情報交換したりとかね、するんですけれども、基本的にはお家から。まあ、だからテレワークですよね。で私たちみんなずっと前からテレワークしてるんだよねっていう、もう20年やってますからね、これでね。はい、そんな会社なんです。もう、働き方、 隠しようがないぐらい進んでますはい <laughs> もう一つ自慢ついでに言っちゃうとあのうち e コンセプションっていう会社はねあの何時から何時までっていう時間的な制約もないんですねだから今日の 受けけた注文は今日発送しますすとそれだけなんですねであと必要なことにはもういつでも対応してねっていう感じなんで別に今日歯医者行かなきゃって言ったら「入ってきてね」って感じだし「今日子供が」っったら「子供が熱出してるじゃあお家にいてね」全然 OK なんですよ。まあ、どうしてもその日は来られないとかいう場合には「じゃあ私が代わりにやりますね」とかっていうのもありありですしすすごく自由なんですねだからもうスタッフの方々にとってもおそらく働きやすい会社だろうと思ってます。あ 今度スタッフに聞きましょう。はい。<laughs> うん、で、そんな風に時間もバラバラ、いるところも一緒にいないのに、心はいつも一つっていう感じで、なんか素晴らしいチームワークだなとあの思います。なんか一言みたいに思います。<laughs> はい。そして、えー、イーコンセプションにはもう一つ、えー、拠点があります。それがね、あの日本に。 日本の千葉県にですね稲葉さんという、まあ、これまた優秀なスタッフがいてくださって実は e‐Conception ってオーストラリアの会社なんですけれども関連会社が日本にあります。 有限会社イー・コンセプションという会社がありましてでそこが皆さんからの,あの銀行振込とかねあの郵便局郵貯に振り込んでいただいたお金をこう集金してそれで管理してくれるっていう作業をしてくれてるのが、まあ、主な仕事なんですけれども日本のイー・コンセプション日本法人の社長さんでもあるんです。 稲葉さんでさらにエッセンシャルオイル精油とそれから書籍本ですねは日本から送ってますよっていうんですけどそれが稲葉さんが送ってくれてるんですよね。で、えー、エッセンシャルオイル精油というのはですねあの物によるんですけれども物によっては可燃燃物といって燃えるんですすね発火しやすいなのでそういう発火しやすいものは普通にあの国際郵便とかで送っちゃいけないんですよ危ないですからね。 なので、その可燃物用の郵送の仕方っていうのを厳しく決められてて、そのルールにのっとって梱包して、その専門の業者さんだけが許される、えー、扱いが許される、そして日本にまとめて送るっていうことをし,てしなきゃいけないんですね。なので、エッセンシャルオイルに限っては、私たちはその可燃物瓶というの特殊、特別な瓶を使って、で、まとめて、 稲葉さんのところに送ってそれでご注文が入ると稲葉さんのところから日本の皆さんあの各家庭にお送りするっていう形をとってるんですでそういうわけで声優それからあと本もそうなんですね本はほら日本で出版されてるのでわざわざオーストラリアに送ってまたオーストラリアか日本に送るなんてじゃ送料がダブルで無駄になるのでそういうことであの稲葉さんのところで扱ってもらっててあ送ってもらっていますですので これらの商品については早く着くんですよ。ご注文していただけると先ほど言ったその問題、あのブリスベン空港で泊まっちゃうとかそんなことなしに皆さんのお家に結構、えー、と2、3日かな普通だったら2、3日営業日で届きます。えー、今ね やっぱりあのウイルス対策っっててていうこととであの精油がとても重宝される時代になってますよねあのやっぱりね自然療法ってすごい力があると思いますそしてまた今はこういうウイルスのことで大もめになっているのでまあ、マスクが足りないとか、えー、っとアルコール消毒用のアルコールまでエタノールまでなかなか入手できないということも聞いてますので精油でそういうものの代わりに感染予防 として使えるんですよね精油はもう確実にお届けできますで、精油だけはねその可燃物便ってさっき言った特別な形でお送りするもんですからそちらの業者さんは普通に動いてるんですよこれ引っかかっちゃってるのは旅客便を使っていた国際郵便オーストラリアポストなんですねなので精油の方は遅れますだから安心してください <laughs> はいででもね本当お届けしたいのークのクリーンハンドケアとか消毒用のスプレーとかそういったねあの直接すぐに 使えるものをできるだけ早くお届けしたいと思ってるんですけど今が正念場だと思いますでもうしばらくするとあのオーストラリアの国の方もそれからあのオーストラリアポストの方もこのままじゃまずいってことって何か手を打つと思うんですよ多分ねこの人の移動はおそらくもう少し、えー、制限が続くと思うんですですけれどもあの物ね貿易とかねその商品の移動についてはスムーズにいかないと あのお互いの経済にとっても打撃になるので、これは何か絶対あの手を下してくれると信じてます。なので今が一番ちょっと困ってるところだと思うんですよね。で申し訳ないんですけれども、もう少しお待ちください。あの本当私たちも一日も早くこう役立つ商品ですからお届けしたいと思ってます。どうぞそれまでもうステイセーフステイホーム。うん、あのお元気でお過ごしください。 ありがとうございます。